バスク祖国と自由は、バスク地方の分離独立を目指す民族組織である。バスク紛争の最中数多くのテロ事件を起こしたことで知られている。斧にトグロを巻く蛇がシンボル。モットーは、バスク語で、ビエタンジョライ、英語訳で、キープ、アップオンボース、日本語訳で、両方で追いつく。この両方というのは、ETA のシンボルである蛇と、それが巻きついた斧のことである。 スペインでは通常 ETA をそのまま一単語のように扱い、エタと呼ばれることが多い。また、2009年1月12日より、アメリカ合衆国で電子渡航認証システムが導入されたが、当初この名称として予定されていた ETA が、スペインの同組織と同一の略称になることを嫌った。スペイン政府が抗議した結果、エスタに変更された。 ETA は、スペインのフランコ独裁政権による抑圧に反発する形で1959年に結成され、スペインやフランスのバスク人居住地域を一つの独立国家として分離させることを目標としている。その地域は、スペインのバスク州のビスカヤ県、ギプスコア県、アラバ県とナバーラ州やフランス南西部のピレネーアトランティック県に位置する、フランス領バスクのラブール、スール。 バスナバールが含まれる。ETA のイデオロギーは、基本的に、アルジェリアのフランスからの独立運動や、キューバ革命などの脱植民地化運動に影響を受けており、また、リビアやレバノンの場合と同様、過去にキューバなどの共産主義国家に支援されていたために、マルクスレーニン主義であると自称している。共産主義思想が非合法とされた、フランシスコ・フランコ時代には、そのメンバーが、 メキシコやベネズエラに政治亡命したこともある。2006年のグダリエグナで一斉射撃をする ETA のメンバー ETA は設立以降爆弾や暗殺などのテロを上等手段としバスク民族主義に反対する政治家やジャーナリスト、知識人、企業家、軍警察、治安部隊などを標的として襲撃した。1960年代からおよそ800人を殺害している。 また、IRA 暫定派などのヨーロッパにおけるテロ組織とも関係しているとされている。これらの活動を受けて、2001年12月にアメリカと全 EU 諸国で作られたテロ組織のリストにも名前が上がっている。なお、その活動範囲はほとんどスペインのバスク地方、マドリード、バルセロナ、そして観光客の訪れる地中海沿岸に限られる。 またテロを起こすことを目的とはしていないが、隣国のフランス国内でも活動している。なお ETA の財源は、誘拐、ゆすり、強盗、武器取引、強制的な税の徴収である。ETA との闘争を続ける、スペイン政府は、テロリストの容疑者はそれらを専門的に扱う、マドリードの全国管区裁判所で裁くようにするという、内容の反テロリスト法を制定した。 このために ETA によるテロ事件の容疑者は他の容疑者よりも長く身柄を拘束されることとなった。ETA の囚人は意図的にスペインやフランスの刑務所に分散して収容されたり、遠く離れたカナリア諸島のサルトデルネグロ監獄に入れられたりしている。スペイン政府はこのことを組織の結束を分断するためとしている。フランコ時代から ETA のメンバーはしばしば フランス南西部、特にフランスのバスク地方やアキテーヌに避難した。フランス政府は、特に ETA のメンバーが政治亡命をしていたフランコ時代にはこのことを黙認してきたが、近年 ETA を非常に厳しく取り締まるようになった。多くの ETA メンバーがフランス国内で逮捕され、スペインに引き渡されて裁判を受けている。そのような中で2007年12月に、 ETA のメンバーがフランス領内のカップブルトンでスペインの治安警備隊員2名を銃撃する事件を起こした。コロンビア政府はコロンビアに住むアイルランド人やバスク人の中に IRA や ETA のメンバーがおり、コロンビア革命軍のゲリラにテロの手法を主導しているとして非難している。ETA の政治部門はバタスナと呼ばれ、バスクの選挙では10%ほどの得票を得ている。 この政党の扱いについて、スペイン議会は2002年8月、バタスナ党を非合法化する手続きを開始したが、一部からは厳しすぎるとして強い異論が巻き起こった。しかし、バルタサール・ガルソン判事は裁判と、並行してバタスナ党の活動の停止を命じ、バタスナ党と ETA の関係を調査し、その結果スペインの最高裁判所は、バタスナ党は ETA の一部であるとして、 2003年3月18日に最終的にバタスナ島を非合法と宣言し、その本部は警察によって閉鎖させられた。これを受けてバタスナ島は2003年5月にアメリカ2003年6月に全 EU 諸国によって作成されたテロ組織のリストに加えられた。こうに認めていないが ETA との関係が深いとされている。2011年に バスク自治州及びナバラ自治州においてバスク連帯などをはじめバスク民族主義やバスク独立を標榜する政党によって政党連合をビルドとして構成された。決闘直後の2011年バスク自治州議会でバスク民族主義党に次ぐ第二党に躍進した。2011年スペイン議会総選挙ではナバラ自治州において構成されていた政党連合 ナファロアバイの一部構成政党と新たにアマユールを構成し出馬した。2016年議会総選挙では、下院350議席中7議席、上院264議席中3議席を獲得している。2012年のバスク自治州議会選挙対策として、バスク連帯をはじめとするバスク民族主義系、 政党三党と無所属のバスク民族主義者によってアビルドゥが結成された。2014年にはスペイン内務省の政党登録名簿に登録された。2018年現在で両自治州においてバスク民族主義党に次ぐ強い支持を受けており、バスク州政府では第二与党、ナバラ自治州政府では公正政党として参加する政党連合ゲロアバイが政権与党である。 フランコ政権によるバスク地方への武力弾圧に対する抵抗運動として1959年7月31日にバスク民族主義党から分離した若手の民族主義者たちによって設立された。この当時はバスク語を禁ずるなどの圧政に対する一般市民の反感もあって ETA は共感を得ていた。1968年に ETA のメンバーであったシャビエトセバリエタは、検問で車を止めようとした、警察官を銃撃し死亡させた。エトセバリエタはその場で、他の警官により射殺された。その報復として ETA は、警察の要人であり、おそらく拷問の指揮者でもあった、メリトン・マンサナスの殺害を計画し実行した。1973年、フランコの継承者と目され、 スペインの首相であったルイス・カレーロ・ロブランコの車をマドリードで爆破し殺害した。長期にわたる独裁に反対していた多くの人々はこの出来事を歓迎した。その後、ETA は軍事部門と政治軍事部門に分かれた。1975年にフランコが死去した後にフアン・カルロス一世国王によって進められたスペインの民主化プロセスにおいて、 ETA の政治軍事部門は御社を受け入れて、バスクの左翼政党の民主化プロセスに加わったが、これに反対する者たちは ETA の軍事部門に集まり、スペインに対する武力闘争を継続した。このことが軍部派によるクーデター未遂の原因の一つとなった。1986年から1987年の間に政府の黙認下で非合法の 反 ETA 組織である反テロリスト解放グループが結成され ETA のメンバーと疑わしいものを誘拐したり殺したりした。ETA の支持者は常に治安部隊シートによる人権侵害や拷問を非難していたが、スペイン政府がこのような不法な活動に関与したことは一度も証明されたことがなかった。バハラス空港の駐車場から登る白煙1995年には、 マヨルカ島で、フワンカルロス一世国王の暗殺を企んだが、失敗した。また、首都メドリードで、保守政党、国民党の当時の指導者だったホセマリア・アスナールの暗殺も企んだが、同じく失敗した。2004年3月11日朝、 マドリードの地下鉄の3カ所を狙って10の列車が爆破され200人以上を死傷させたマドリード列車爆破テロ事件が発生した時当初は ETA との関連が疑われた2007年10月31日スペイン全国間区裁判決ではこの事件とは関連なしとされた2006年3月22日に3月24日の11時より 無期限停戦するとの声明を2分間の放送でスペイン全土に発表した。しかし9ヶ月後の12月30日にはマドリードのバラハス国際空港で爆破テロ事件を起こす。その半年後の2007年6月には早くも無期限停戦の破棄声明を出した。理由としてサパテロ首相が停戦に対してメンバーの逮捕、拷問、迫害で応じたとして 停戦続行が無意味になったことを挙げている。9月9日に本格攻撃再開を声明し、ドゥランゴでの8月24日の爆弾テロなど4件での犯行を辞任した。2007年12月1日の朝にフランス国内のキャップブルトンでスペインのグアルディアシビル隊員2名を銃撃、1名は即死、もう1名も4日後に死亡した。 フランス国内で初の ETA による殺人事件となった。ただし、スペイン政府は事件の計画的テロとしての性格を否定している。2009年7月30日には、マヨルカ島で車が爆発し、警備隊員2名が死亡。スペイン当局が ETA の犯行と断定し、空港や港を一時閉鎖した。2010年9月5日までに、 バスク祖国と自由はビデオ声明を出して武装闘争の停止を決めたと発表したと ABBC 放送や地元メディアが伝えた。ビデオ声明によるとスペイン政府と和平交渉再開の用意があると述べた。スペイン政府当局者は事態打開の一歩前進だが恒久的な武装解除が示されていないと慎重な姿勢を示している。一方、バスク自治州のアレス内相は バスク祖国と自由が武装闘争停止を発表したことについて全く不十分であり完全な武装闘争の放棄の約束を要求すると記者会見で述べた2017年4月7日付の書簡では完全武装解除を行うと表明翌8日には武器を取得している場所のリストをフランス警察に渡し武器引き渡しを行った2018年5月2日付の書簡で 4月16日にすべての構造的イデオロギーを解体し過去の連鎖を止めることとした。とする実質的な解散声明をスペイン各省庁へ送付。続いて5月3日に ETA 指導者ジョス・テルネーラにより ETA 解散宣言が公開された。これに対してスペイン中央政府のマリアーノ・ラホイブレー首相は ETA のテロ活動は 何の成果もなく敗北した彼らが何を宣言しようとも政府は ETA 構成員らの刑事責任の追及を継続すると声明し過去に起きたテロ事件の捜査を続ける姿勢を示したいかに ETA が引き起こしたあるいは引き起こしたと疑われていた重要なテロ事件を列挙するありがとうございます